どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さんの大好きな曲どんどん弾いて歌う弾き語りができるようになっちゃうよということで、日々簡単ウクレレレッスン動画公開しております。今日も張り切っていっちゃいますよ。今日取り上げたい曲はめちゃくちゃ乗れておシャンティーなこの曲、ドーン東京スカパラダイスオーケストラのめくれたオレンジです。この曲、オリジナルラブのね、田島貴男さんをこう、ボーカルに迎えたですね。めちゃくちゃかっこいいんですよ。ロックで、スカで、ちょっとこう、ファンキーで、もうね、最高。これね、あのなんか、つい最近、朝一でなんかライブをやったという映像がね、ちょっと YouTube で出てきて、めちゃめちゃかっちょいいなということで、ウクレレ一本で完全再現して参ろうと思います。これはね、気持ちがいい。ぜひ皆さんじっくり取り組んでください。さあ、本日は G ラボのガズモデルのウクレレと、シンプル簡単バージョンでは、はい、この初めてウクレレ使ってレッスンスタートしていくんですけど、ただいまね、この G ラボではですね、この G ラボ祭りというのがね、行われるんですよ。今月、5月25日、見てもらったらわかるけど、総額100万円が当たるとんでもないね、オンラインイベントです。参加条件はですね、G ラボウクレレのユーザー様だったら、もうね、初めてウクレレからもうすべてのモデル、誰でも、どれでも、参加できるよということなんですけど、このイベントの最中に抽選をしまして、当たった人には電話してですね、電話でもやり取りするなんていうすごいね、企画が行われております。ぜひこのね、詳細概要欄に貼ってくれてチェックしておいてください。はい、そしてこの本がリリースされてます。はい、主婦の友社から全国発売中、ご機嫌ガズレレデイズ。この本は学部の本じゃなくて、ガズさんがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。とにかく弾き語りをやる上でめちゃくちゃ大事、いや弾き語りというかもう全てにおいて、人生において大事なことを書いてあります。ここにご機嫌ガズレレデイズ、ご機嫌って書いてあるんだけど、ご機嫌気分で常に過ごせる秘密の魔法がいっぱい詰まってますよ。ぜひ皆さんチェックしてみてください。概要欄に詳細貼っておきます。よろしくお願いします。さあ、レッスン入っていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりめでやりますけど、この曲はですね、このボーカルのこのロックの感じがもうね、このもうやっぱオリジナルラブの田島貴男さんのあの世界観がよく出てるんですよ。そしてちょっと怪しげなね、本体も完全再現。口でラッパ体を再現してますから、ぜひちょっとご注目ください。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはね、スカビートですよ。この裏で来る、この切れ味鋭いスカのビートを完全再現。やっていこうと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、まずは皆さん音楽を始めましょう。はい、今のところでちょっとお勉強するだけで、これからの人生自分の手でどんどん自分の大好きな曲が生み出せるようになります。ぜひガズレレで音楽始めてください。さあ、レッスンの方入っていきましょう。東京スカパラダイスオーケストラのめくれたオレンジ、ガズレレシンプル簡単バージョンの方からゆっくり見てやってみる。 1,2,3
パラダイスオーケストラめくれたオレンジフューチャーリングオリジナルラブ田島隆夫さんやってみた。かっこよくないですかこれ。簡単バージョンでもほんとすごいで、コードも今見てもらったらわかるけど簡単コードばっかり繰り返しばっかりなんですよ。これがめちゃくちゃ嬉しいで、繰り返しばっかりだと思うと、いきなりコード変わったりしますからすごい要注意なんですけど、でもまあ簡単コードばっかりでできるというね、やっぱり歌のでも雰囲気はね、セクシーな感じ、ボーカルのなんかなんつーのかな、ワイルドでちょっとねこうアンニュイな感じというか、いいですよね。ぜひ皆さんこれ気持ちよくドライブ感満載で取り組んでいってください。今のバージョンはガゼレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンで、これね、ほんとすごい曲で、繰り返しがないんですね。で、どこの歌詞もサビみたいな歌詞で、ほんと困っちゃうんですけど、まあ今回フルコーラスやると5分ぐらいになっちゃうんでですね、まあガゼレレではいいとこ取りした、すべての一応パートを押さえてますからね、やってみました。フルコーラスでやりたい方はですね、参考にしてもらってコード書いて、どんどん追加の歌詞を書くと、いずれはできると思いますけれども、まずは最初のファーストステップとしては、今のガゼレレバージョンで練習してください。これでももうすごいね、ボリュームもたっぷりで楽しめるようになってますからね。で、ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますんで、それを見ながらまず練習してもらって、まず1個目のゴール設定としては今のシンプル簡単バージョンのガズさんの演奏と一緒にできたらすごいと思います。これ歌のメロディー微妙に違うんですよ、毎回毎回。ここのね、まずこのメロディーラインを把握するっていうのと、やっぱりこの歌い方とかな、なんかこのノリを重視するっていう感じが大事かと思うんですけどね。まずそれを目指してガズさんと一緒に練習できるように一緒にできるように練習してください。で、一緒にできるようになった方、おめでとうございます。これはなかなかすごいですよ。一緒にできるようになった方はですね、どんどん次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部マランキするのはやっぱり大変でしょうから、まずは楽譜練習がいいと思います。楽譜を見ながら何回も何回も何回も練習していくうちに自分の中に落とし込んでいって覚えちゃって、大空に向かって夕日に向かって夜の月に向かって歌う。こんなのが素敵だなと思うんですけど、でも楽譜練習って言うけど、どこに楽譜あるのよという声が聞こえてきそうです。安心してください。今のガズさんの演奏はですね、この手書きノート、いつもおなじみのガズさんの手書きノートに、書いたこの手書き、この楽譜を見て今演奏してきました。今日はなかなかぎゅうぎゅう詰めになってます。見て、ワンブロックがこう ちっちゃい表記で書いてるんで、まあ2枚分ってことですね、ギッチギチの。それでもこれでもね、ショートカットバージョンってことなんですけど、まあボリュームたっぷりです。はい、もうちょっとしたらこんな風に画面に映して、こんな風にみんな書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今とっても便利なサービス、ガズクラブっていうのが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、日々ガズが取り上げているガズレレッスン動画で使った手書きのね、楽譜をですね、デジタルデータでですね、皆様にお手元に、毎月5曲しかもお選びいただきます。もう今までガズがね、手書きで書いた楽譜はもう1000曲以上軽くありますからね、その中から5曲選べて、しかもそれを管理するね、アプリがあるんですよ。ガズクラブのメンバーだけが使えるアプリをダウンロードして、そこでねご活用していただけたりする画期的なサービスです。でね、このねガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもね、いろいろやってます。毎月2回、ガズクラブメンバーだけが参加できる大セッション大会ガズオンが行われていたり、皆さんの演奏を発表できる場所がねあちこちにあったりとですね、かなり面白いクラブ活動になってます。ぜひご注目ください。そしてこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは YouTube のメンバーシッププログラムというのをやってまして、 YouTube のライブ配信による生配信を毎週2回行われております。こっちは大学なんで、16ビートの茶とかカッティングとかできるぐらいの方が入ってきていただけると、めちゃくちゃ濃厚でどんどんレベルアップできるすごいプログラムになってますからね。毎月課題曲を決めて、もう生でもうチャットでやり取りしながらね、どんどん深めていく、すごい面白い体験になると思います。あと毎朝7時半からガズラジというラジオ配信やってます。スタンド FM という誰でも無料で聴けるラジオアプリで、7時半からやってますけど、いつでも聴けますよ。はい、めちゃくちゃいいこと喋ってます。何かヒントがたくさんあると思うんで、ぜひ聞いていただきたいと思います。今言ったこちら辺のことですね、概要欄にまとめて貼ってあるんで、興味ある方ぜひ入ってきてください。それでは楽譜を見ていきましょう。めくれたオレンジ
東京スカパラダイスオーケストラフューチャリングオリジナルラブ田島隆夫さんでございます。ちょっとここめちゃくちゃちっちゃくなって面目ないんですけど、イントロが結構長いんですけど、本体のね、あれがいいじゃないですか。あ、そう、シンプル簡単バージョンの口のラッパ聞いてもらった雰囲気出るでしょ。口でラッパをやるのがね、これ楽しいんですよ。はい。見てみてください。はい。こんな感じ、ちょっとちっちゃくて見づらいんですけど、これワンブロックです。Dm、Gm、Am、Am。この Dm、Gm、Am、Am っていうのが、基本的に繰り返されるのがめちゃくちゃ多いですね。で、ここは伸ばすとか、この辺のことちょっと見てもらって、で、ここから、リズムが入ったところですね。トゥ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 って、これも結構長いんですよね。はい。ちょっとこれで分析してみてください。よく。これ見たらすぐわかる。繰り返しだからね。はい。で、一応さっきも言ったけど、Dm、Gm、Am、Am、これが繰り返しすごく多いんで、これもずっと繰り返して、最後に C になったりとかするパターンが多いな。C から Am で止まる。こんな感じになってます。こんな風に写しとくので、一時停止して皆さん、書いていってください。今日はかなりボリュームがあるんですけど、ガズレレノート、すごくこれいいことばっかり詰まってるノートで、今紹介させてもらったガズクラブで、このガズさんの手書きノートね、ぜひね、ダウンロードしてご活用していただくのもね、デジタルデータで、ね、ダウンロードできますからね、すごくおすすめなんですけど、ガズのノートの特徴を見てください。この言葉の上に点が書いてあります。あと、ここ V が書いてあったり、ここの他の上に点が書いてあったり、これね、リズムがわかるようになってるんですね。これちょっとやってみると、ワン、ツー、スリー、フォー、うん、くたび、レタフク、レで点に書いてある。くたびれたフク、うん、すかした顔で、うん、みたいな感じです。リズムがこれ分かってるんですよ。これね、歌詞がね、このブロックをすごくまたいでるんで、今日かなりこれの参考になると思います。あと歌詞カードには出てこないこれ伸ばすところとかめちゃくちゃ参考になりますからね。あとはこのワンブロックに対しての歌詞の位置関係とかもものすごいヒントが詰まったガズの手書きノート、ぜひガズクラブでゲットしていただくのもおすすめです。お時間ある方はこの通りに書いてください。ここツタタタツタタタ書いてあるんですけど、これね、かっこいいバージョンではこの切り返しの時にちょっとおかずみたいなのを入れようと思うんですね。で、これ後で解説しますけど、これ入れるとちょっとかっこいいよということでございます。入ったら入ってなかったんだけど、逆にここだけ入ってないみたいな感じなんですね。はい、こんな感じです。一時停止でまずはイントロ AB いいかな、繰り返しが多いですね。はい、でこっから C メロだから、サビとか A メロとかでもう ABCDE ってただただそういう風に振っていきました。で C メロやった後に感想ですね。はい、ここまでちょっと見てください。なでこの D メロっていうところはまたちょっとコードが変わってくるんですね。 F、G、7、C、Am、また歌のメロディも変わってきますからね。この辺が注目です。でここの、E っていうところがこれが多分本当のサビだと思いますね。はい、はじけた夜を詰め込んでっていう印象的なラッパとラッパのね、フレーズと一緒のメロディーですね。はい、こんな感じでございます。すごいですね。はい、でガズのオリジナルアレンジで、こっからもう最後のラッパの、メロディー応酬です。つまりイントロで出てきたここですね。これと同じものをこうやっていくというふうにやって終わりましたと。Dm、Gm、Am、Am、はい、こんな感じですね。シンプルな感じ。最後 C で終わる。こんな感じでガズレレアレンジしてみました。はい。出てくるコード、今日コード7個です。言っていきます。C と C7、Am と Dm、F、A7、G7 ですね。はい。コード7個です。今映ってるこの7個はね、もう超簡単コードのグループ、これです。ガズレレ必須コードのグループのメンバーなんで安心してください。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、初心者の方に覚えてほしい入門コード10個のグループです。10個も覚えなきゃいけねえのと思うかもしれないですけど、1個ずつ見たらもうめちゃめちゃ簡単。なんだけど、いっぺんにドーンと10個覚えようと思うと頭の中ごちゃごちゃにね、もう混乱しちゃうんで、そこで私が皆さんの頭の中にすごいこうスイスイ覚えられるめちゃめちゃいい動画撮ってます。概要欄に、その動画のね、URL 貼っとくんで、ぜひそこでお勉強してみてください。さあ、それではここからかっこいいバージョンの、解説に入っていく前にですね、やっぱこれ歌ですね。歌とまず最初、口ラッパかっこいいでしょ。これかなり雰囲気出ます。口をプル柔らかくしといて響かせる。すごいトランペットみたいじゃない？これがね、ガズさん得意なんです。これ大好き。ぜひ皆さんもやってみてください。あとこれ歌難しいですよ。くたびれた服。うん、すかした顔で、うん、中もこう裏で来る感じとか、あとこのやっぱロックのね、このね、ドライブ感がね、めちゃめちゃ入ってんですよね。オリジナルラブ田島隆夫さん、めちゃくちゃかっこいいんですよ、歌い方が。
このね、言葉のドライブ感、声のドライブ感、これもね、じっくりと聞き込んで、まあやってみてください。歌がまあこれ深いですからね。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていくぞ。かっこいいバージョン出てくる声は全く一緒。リズムです。今日このリズムがもう超やばいです。これ、ドン。スカビート。スカビート、ほとんどスカビートも 99% スカビートなんですけど、イントロのちょっとだけで、8ビートとアルペジオが混ざったフレーズというのを入れようと思います。はい、ひとまず今映ってるリズムの解説は、概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところの URL の先に行くと、それぞれの濃厚解説レッスン動画がアップロードされてます。で、ちょっとそこでね、基本的なところは学んでください。今からちょっとレクチャーしてはしていきますけれどもですね。じゃあやっていきましょう。まずイントロはですね、二つのイントロがあります。シンプル簡単バージョンで伸ばすところとリズムが入ったところってあったんですけど、このシンプル簡単バージョンでやった伸ばすところのイントロ1っていうところを、アルペジオと8ビートが混ざったリズムみたいな感じでやろうと思うんですけど、こんな感じです。ワン、ツー、スリー、フォー。おしゃれでしょ。ここでツッタ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 ッ、これがワンセットです。これがまず最初イントロ1なんですけど、今の分かった？ちょっと D マイナーをコード押さえて、こんな感じドローンと全部弾いといて、ドラーン、4弦、1弦、2弦、3弦、こんな感じ。 G7 かっこいいでしょ。A マイナーでやると、ちょっと右手に注目、 A マイナー親指で全部ドーンと弾いといて、次4弦親指、次1弦、2弦、3弦、ダーン、4、3、あ、じゃあ、ダーン、4弦、1弦、2弦、3弦、ドラーン、4弦、1弦、2弦、3弦、こんな感じです。これで、ドラン、ドタン、タタン、ドロン、ドタン、タタン、ドラン、ドタン、Aマイナーで伸ばして、はい、次、チャッタ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 ッ、はい、このツタタタタっていうのはよく出てきます。最初にチャを弾いといて、チャッタ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 ッ、はい。これはつなぎということで、今日これめちゃめちゃ出てくるんで、次から次へと出てくるんで、その雰囲気をね、大きくやるときと、ツタタタタタタタってやるときと、ダンダダンダダンダンダカツタタタってやるときと、ちょっと2パターン出てくるんで、それよくちょっとテロップとガズさんのデモ演奏で、なんとなく雰囲気をちょっと感じ取っていただければなと思います。で、こっから、ずーっとずーっとスカビートです。で、スカビートっていうのはね、いろんなこう、レベルがあってですね、一番簡単なスカビートっていうのは、チャを弾いてアップで弾く。ちょっと、じゃあ、A マイナー、C で練習しましょう。これが一番簡単なスカビート。わかる？チャッパー、チャッパー、チャッパー、チャッパーです。はい。これ、8ビートのチャができる人だったらこれできると思います。チャを弾いといてアップ。チャを弾いといてアップ。ワン、ツー、スリー、フォー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 。ずっとこれなんですね。で、これだけやると簡単に思うかもしれないけど、このリズムをキープしながら歌いながら、ずーっとこのグルーブを保つのはなかなか難しいです。で、次のね、もうちょっと上のステップっていうのは一体何かというと、カッティングを入れるっていうのがあります。そうするとこうなります。ちょっと違うでしょ。さっきのやつこうです。カッティング入れますよ。3、はい。カッティング入れると、もうちょっとの隙間なんですけど、切れ味が鋭くなって、めちゃかっこいいんですけど、まあ今日これはね、前編にわたってカッティングを入れ続けるのはやっぱちょっと難しいかも。入れられるところで入れるっていう、基本的にはこの D マイナー、G7、A マイナー、A マイナーっていうのがすごく多いでしょ。ここで言ったら、D マイナーと G7 の時にカッティングしやすいんで、ね。これで、A マイナーと C の時は、カッティングはちょっと、あんまりするとバタバタしちゃうから、しないとか、いろいろちょっとバランスを取ってもらいたいんですけど、まずファーストステップは、チャッパー、チャッパー、チャッパー、カッティングなしですよ。慣れてきたら、音止める。左手で止めてるわけ。これカッティングです。ね。だけど、これ全部、まあ、そのニュアンス、いろいろちょっとトライしてみてください。で、ガズさんは、ほんのりカッティングを入れるぐらいにしておこうかなというのも、歌にすごく集中すると、カッティングやっぱり、ね、精度がちょっと鈍ってくるんで、このバランスすごい難しいんですよ。ウクレレの演奏だけだったらカッティングビシビシ入れていけると思うんですけど、やっぱ歌に感情を込めてやるとかいうレベルになると、弾き語りになるとですね、やっぱりちょっとね、両方のこのバランスを取るのがね、結構なかなか深いところでありましてですね、ちょっとトライしてみようと思います。ちょっと練習してみましょうか。これ Dm、G7、Am、A マイナー、この基本形の、スカビートです。ワン、ツー、スリー、フォー。カッティングなしでいこう。
今カッティングなし。皆さんついてこれる？ワン、ツー、スリー、フォー。次カッティング入れてみましょうか。せーの。あんまりわかんないかな。あんまりニュアンスなんですよねこれ。はい、まあまあカッティングはあまり気にしなくてもいいかもしれない。本当にちょっとのニュアンスなんですね。であとこれ基本的にはシャッフルのリズムでちょっと跳ねてるのがね、ツッタ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 ッツ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 ッタ。これがポイントになります。はい、とはいえこのリズムをキープしながらやっぱ何回も言うけど歌うっていうのはやっぱりなかなかすごいことでございましてですね。はい、じゃあ本編解説していきましょう。まあ基本的にはこの曲はずっと最初から最後までさっきのイントロ1を除いてこれがずっとキープされます。コードが変わってくるだけでこれずっと同じ。あとはツタタタタとかツタタタ、さっきのねチャッパンパッパンパッパンパッパンみたいなチャッパンパッパンパッパン、次のバースに行くおかずというふうに言われてるやつ、それがまあ繰り返されるということで、演奏はすごいシンプルなんですけど、やっぱこれ歌いながらこのリズムキープっていうのがね、まあまあすごいことになってますから。ちょっとイントロから A メロに入ってみましょうか。いきますよ。ワン、ツー、スリー。ここは優しくね。伸ばす。ここで、ツッタ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 ッ。いいね。体揺らして。止まる。くたびれた。こんな感じで入っていきます。はい。あとは、ずっとこのリズムです。ずっとこのリズム。あとはもうね、解説がね、ないぐらいに、ずっとこのリズム。コードが変わってくるのと、だけ。これがスカです。これが東京スカパラダイスオーケストラです。つっちゃ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 、この跳ねたスカビート。まさにこれはですね、皆さん、きっとやっていたらわかると思います。リズムが、だんだんおかしなことになってきますから。最初気持ちよかったのに歌ってるとですね、どんどんリズムのね、この精度が下がってくるんですよ。歌にどんどん持ってかれちゃって。なんでこう体を揺らして、なんとかこうリズムキープ。跳ねたリズムのこのツッチャ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 。これをどこまでこうキープできるかっていうか、まあ本当はずっとね、キープしたいところなんですけど、まあそこに意識を向けながらも、歌にも感情を込めてということで、今日かなりリズムのね、練習になると思う。ツッチャツッチャツッチャっていうね、このスカビートって、アクセントが裏にあるじゃないですか。チャッパッチャッパッチャッパッ。1,2,1,3,4 みたいなのだから、自分がね、どこにいるか分かんなくなりがちですからね。はい。これはもうね、修行のようにやってください。歌ではドライブ感満載で、歌は流しといて、伴奏はツッチャツッチャツッチャ、この小気味いいビート感。この対比がいいんですよね。はい。歌のメロディーもね、もう絶妙なんですよ。ちょっと違うんですよね、歌のメロディーが。ここがね、もう、かっちょいの。かっちょいけど、掴むにはちょっとね、結構聞き込みが必要だと思うんですけど、そこを楽しんでください。簡単だけど難しいっていうよりも、まさにこれがもう当てはまるですね。その時だけちょっとやる分には、あ、こういう感じでしょってできるけど、この曲通しでやるとなると、もうその持久力というか、このグルーブのキープ力というか、そこが問われる曲かなと。とはいえかっこいいから、もう夢中でやってください。もう夢中でやるしかないです。このリズムっていうのは体を使ってね、楽しんでやっていきましょう。それではもうやっていきます。かっこいいバージョン。東京スカパラダイスオーケストラフューチャーリングオリジナルラブ田島隆夫さんのめくれたオレンジガズレレリュかっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、スリー。約束さえも信じた。
ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。やばかった。もうこのスカビートかっこいい、リズムキープめちゃめちゃ難しいですよ。普通の8ビットとか16ビットとはまた違うですね、この領域ですから。はい、体でこうリズムを生み出していく、ぜひやってみてください。はい、 G ラボ祭りこっちね、総額100万円プレゼントが当たるオンラインスペシャルイベント、ぜひ皆さん参加してください。ウクレレ、G ラボウクレレユーザーさん参加できます。はい、そしてこの本、ご機嫌ガズレレデイズ、ぜひお便りにとって読んでみてください。よろしくお願いします。あとね、ガズレレではですね、いろいろあるんですけど、このリットミュージックさんというところから楽譜の本をたっぷり出してるんですよ。さっきあのね、ご機嫌ガズレレデイズはいいこと言ってるエッセイ本ですけど、こっちは楽譜の本、もうありがたいことに皆さんにたくさん手に取っていただいてベストセラーになっております。こっちもご活用ください。 Amazon とか書店さん、楽器店さんなどで取り扱いがあります。あとね、ガズレシピというねアプリがあるんですよ。ガズレレではアプリ、皆さんインストールしてくださいね。インストールは無料で、中でね楽譜変えるものもあります。無料で見れるのもあるんですけど、あのこっちはかっこいいバージョンも載ってる楽譜なんでめちゃくちゃいいですよ。アプリご活用ください。自動スクロール機能とかね、メトロノームもついてたりかなり便利になってます。でね、このね、レシピ、ガズレシピのアプリの中で使われてる楽譜が本になったりしてますから、こっちの書籍版もよろしくお願いいたします。で、このガズレレの親戚ブランドとしてですね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ。私とアイズルハニーさんが先生役で、世界一簡単ピアノ教室ガズピアノっていうのやってます。私ガズが考えついて発明した世界で一番簡単な弾き語りに特化したピアノの弾き方なんで、もうあっという間に弾ける夢のようなね弾き語りピアノできると思いますよ。これ概要欄に貼っとくんで見てみてください。そしてガズレレではいつもここに三つ引きが挟まっていたり、キャップ被っていたり、この毛糸のストラップだとか、今着てないけど T シャツだとか、もういろいろ楽しいグッズがあるんですよ。ステッカー、キーホルダー、もういっぱいあります。バッジもあるし、その辺はですね、ガズレレ公式ホームページのこのバナーを見てもらうと、このバナーにいっぱいありますからね。どっちにしろこのガズレレ公式ホームページを見てもらうと最新情報などいろいろ出てますんで、いつでもチェックしといてください。さあ、そういうわけで今日のレッスン動画これにて終了でございます。毎日音楽がある生活素晴らしいですね。どんどん叶っていきましょう。それではごきげんよう。さようなら。